愛知トリエンナーレの負担金をめぐる訴訟で、最高裁が名古屋市の上告を退けました。2019年の愛知トリエンナーレの企画展、表現の不自由展その後をめぐっては、名古屋市が展示内容が不適切だったなどとして、負担金の一部であるおよそ3380万円の支払いを拒否し、実行委員会が提訴していました。一審と二審では、いずれも名古屋市に全額の支払いを命じ、市は市長の裁量権に関して判例違反があるなどとして上告していましたが、最高裁は昨日、上告理由に当たらないとして棄却する決定を出しました。支払いを拒否したことで、名古屋市は550万円ほどの遅延損害金も支払うことになりましたが、河村市長は、政治的に偏りがある主張に税金を使うことをやめてくれと言えなくなってしまったと話しました。